チャーハン出来上がり。あれ、兄貴スマホ変えたの？ああ、最新のにな。面白いアプリがあるんだ。世界中の飛行機をリアルタイムで検索できるんだ。こういうのって見てて飽きないよな。ああ、そうか。すまん、機械嫌いのお前には退屈な話だよな。どうせ俺はテクノロジーに置いてきぼりさ。時代遅れの原始人扱いされるんだ。そう腐るな、類人ね。ひでえ。けど案外お前は幸せなのかもしれない。あ、どういう意味だよ。ありきたりな言い方かもしれないが、便利な道具は使い方次第で凶悪な武器にもなる。人間は技術を生む。だがやがてその技術に振り回される。それが人の歴史。いつか人間は進歩そのものに裏切られる日が来るのかもな。俺は夏目明。ごくごく普通の高校生だった俺は事故に遭って、目が覚めたら未来で脳みそだけになっていて、わけわかんねえ敵と戦う羽目になった。頑張ればいつかは元の体に戻れるかもしれない。そんな希望を頼りに警察に協力を続けている。なんだよこれ。お前はただの脳みそだ。お前は兵器、もう人間じゃない。やめろ、誰なんだお前。知っているはずだ。やめろ。壊せ。やめてくれ。壊せ。やめてくれ。壊せ。ちゃんとある。ここって俺の部屋。あれ、2014年って俺が事故に遭った年。もしかして全部夢だったのか。お遅い。みなみ、なんでまだ用意してないの。え、学校遅刻するよ。わざわざ起こしに来てあげたんだから早く。うん。夢？そうなんだよ。それが変な夢でさ。どんな？なんか2030年の未来でお前は警官でアンドロイドの相棒がいて、で俺は脳みそだけなんだよ。ふーん。笑っちゃうだろ。でもよかった。あれが現実だったらどうしようかと。キッズ、レイ。着席。おはよう。今朝は転校生を紹介するわ。イリアさんよ。イリアアルマです、よろしく。あれ、あの子。じゃ、夏目くんの隣の席に座って。はい。どうも気になる。
おい、アキラ、ぼーっと歩いてんじゃねえ。なんだ、木村か。気づかなかった。だーてめえ、俺が存在感がねえって言いたいのか。こら、お前ら。お学校の廊下で喧嘩とはいい度胸だな。指導してやろうか。やべ、生活指導の近藤だ。逃げろ。そいつは大変だったね。ま、若者らしく元気がはみ出てて結構。はい、終わり。ありがとうございました。おい、この安っぽい学園ドラマは本当に意味があんのか？リアリティがなさすぎだろ。リアリティはなくて当然。そもそもここはありえない世界なんだから。一旦ここから出してくれ。オッケー。ログアウトっと。みんな付き合いがいいぜ、まったく。状況はどうだ？フルダイブ VR マシンで学園ドラマを楽しんでます。課長、あれで本当にアキラの記憶が引き出せるんですかね？おかえりまーなるほど。ったく、あいつの脳内の青春って脳天気すぎだろう。この世界はアキラ君の意思をベースにしているの。ここで彼の記憶を探るには彼が避けたり嫌がることに踏み込んでいく必要があるわ。それって例えば？街を見て気づかない？この世界では車がほとんど走ってないわ。そういやアキラは交通事故に遭ったんだったな。あとみんな携帯電話を持ってない。それも機械が嫌いなアキラ君の意思ね。では逆にそこを刺激すればアキラさんの記憶を呼び覚ますことができると。そういうことになるわね。だとするとどうすんだ？アルマ、どうしたの？少し考えが。交通事故は彼の大きなトラウマ。それを目の前で再現すれば十分な刺激になるはずです。わかったねえアキラ。トラックが消えた。道路の真ん中でぼーっとしてちゃダメだよ。アルマって案外うっかり屋さんなんだな。アルマ、今のって予想外の事態です。私の AI の強制介入が失敗しました。え？まあ小さなエラーだと思うけど、一度念のためみんなでログアウトするか。楽しかったから名残惜しいけどね。ん？何これ？嘘でしょ？どうしたの？システムにアクセスできない。え？原因不明だけど、とりあえずログアウトは不可能ね。え？じゃあ私たちこの VR 空間に閉じ込められたってこと？そういうことになるわね。冗談じゃねえぞ。ねえ、楽しそうだね、お兄ちゃん。ん？ああ、楽しいよ。でもなんか変なんだよな。すごく大事なことを忘れてるんじゃないかって気が。大事なこと？ところで、君は誰？私はユグ。ユグドラシル？そう、イリア重工の実用型量子コンピューターよ。通称はユグ。この世界はアキラの記憶をもとにユグドラシルが保管しているの。ちなみにアルマの設計もユグが行ったのよ。へえ、
じゃあアルマのお母さんみたいなもんだね。のんきなこと言ってんじゃねえよ。なんとかこっから出ないと。アキラさんにここが夢の世界だと直接教えてあげるのはどうですか。ここは彼が望んだ世界よ。他人が言ったって反発するだけ。アキラ自身がそれを認識しないと。アキラ君の人生に怒ってないようなことを仕掛ければ目が覚めるかも。それってどんな？例えば。おい、大丈夫か南。熱があるって聞いたぞ。大丈夫だってば。いい感じ。次の展開に。ねえアキラはキスってしたことある？いや。じゃあさ、してみる。現実にするわけじゃないから。バーチャルだから。ダメ。アキラお兄ちゃんは私のなのです。妙な色仕掛けはやめてほしいのです。誰？君は確か校庭のベンチにいた。はい。ちょっとアキラ君に何をしたの？ちょっと眠らせただけなのです。今すぐ起こしなさい。お兄ちゃんは目を覚ましても過酷な現実が待っているだけなのです。え？本当にお兄ちゃんの幸せを思うならここにいさせてあげるべきなのです。あなた一体誰なの？私はユグ、お兄ちゃんの未来の妻なのです。はあ？待って、ユグってまさか。とにかくお兄ちゃんは私が守るのです。ここは町？どうなってるの？あれ、何？あのモンスター。アルマ助かったぜ。いえ、まだです。一体何が起きた？トラブルの原因は調査中ですが、皆さん VR 世界に閉じ込められたまま、夏目アキラとの接触も阻まれているようです。たく、冗談はその格好だけにしてくれよアキラ。とりあえずアキラん家までは逃げてこれたな。あのモンスターを仕掛けているのは保健室で見たあの女の子？多分ね。ミナミは？普通の高校生だったんだねあいつ。本当に料理が好きね。これアルバム？変な顔。この辺りはアキラのお兄さんの周一さんが撮ったんだね。なぜわかるんです？この写真を見れば弟を愛しているのがわかる。私にも弟がいたから。アキラはちゃんとこの世界に生きていた男の子だったんだ。ミナミさん？実はあの女の子に言われてちょっとドキッとしたんだ。アキラはこの世界にいる方が幸せなのかもしれないって。でもやっぱり違うよね。前に進まなきゃダメなんだよ。アキラも私たちも。もしもし？やれやれ、やっと繋がったな近藤さん。いいか、お前たちがそこから出る方法はアキラを目覚めさせる以外にない。アキラは今どうなってるの？こっちのあいつは接続状態から解除できない。そっちのアキラは今学校にいるらしい。だがお前たちを排除するプログラムに守られている。どうすればあのモンスターを倒せるんですか？銃ゲット。自分たちが警察署を襲うことになるとは。はい、あった。
これである程度こっちの世界に干渉できる。みんな準備はいい？アキラくんの目覚ましに行くわよ。たぐ、もう少しマシな車はなかったのかよ。ここはアキラの夢の中よ。あっただけよかったわよ。学校が見えてきました。来たのですね。ここは私たちが引き受けるわ。みなみさんだけでも先に。了解。来やがれ、さっきのお返しだ。目覚めさせるとか本当にできるのかな。君ならできるさ。ここはアキラの意志で歪められた世界だ。一番の歪みは何か、それがあいつを目覚めさせる鍵になる。歪み。そうか、気づいたようだね。あいつのこと頼む。今の人って…アリサさん、モニタリングできてます？できてるよ。ちょっと試したいことが。オッケー。やっぱり俺、何かを忘れている気がする。でも…アキラ。ミナミ、どうしたんだその怪我。アキラってさ、本当に普通の高校生だよね。普通で悪かったな。気にしてんだよ。こういう世界でアキラと出会えたらよかったのにね。でも夢に逃げても何も解決しないんだから。気づいたの？この世界には鏡が一枚もなかった。アキラが見たがらなかった。よく見て、アキラ。お前は確かベータ。やめろ。あれ、俺が俺の手、どうなってんだ。俺は一体。が苦手で、料理が好きな、スケベで、生意気な、普通の高校生で、事故でずっと眠ってて、脳みそだけになっちゃって、私たちの大事な仲間だよ。そうか、それが俺の現実なんだな。思い出したよ。ありがとう、ミナミ。なんだ？アキラ君が目を覚ましたんだわ。はあ、助かった。残念、ゲームオーバーなのです。皆さん、目を覚まされました。やれやれ。アキラ。ミナミ。さあ出てらっしゃい、ユグドラシル。あんたの仕業でしょ。ごめんなさいなのです。でもあのお兄ちゃんの機械との同期率にはびっくりしたのです。
かつてイリア博士もそう言ってたわ。お兄ちゃんも大事なことを思い出したようなのです。ベータという存在について。エクスアームナンバー11、じゃああのテロを起こしたのはベータという存在。お前がいる限りこの連鎖はきっと終わらない。お前をとっ捕まえて全ての謎の答えが分かれば、俺が失ったものを取り戻せる。俺は機械じゃない、人間だ。夏目明だ。エクスアームを餌に世界中の悪党どもが集まってきたようだ。しかしまさかあれまで出品されるとはな。次回エクスアームバトル6エクスアームオークション。命令だ、全てのエクスアームを回収せよ。